主要部表示言語とは異なる語、または句の間の一致を示す。文法的表示が就職語や従属部ではなく主要部に置かれる言語を言う。多くの言語は主要部表示と従属部表示の両方を行い、いくつかの言語は両方で表示を行う。主要部表示と従属部表示の概念は1986年にジョアンナ・ニコルズによって提唱され、言語類型論において、 基本的な範疇として広く使われている。主要部表示と従属部表示の概念は通常英語よりも豊富な屈折形態論を持つ言語に対して適用される。しかしながら英語にもいくつかの一致の型があり、この二つの概念を示すための例示として用いることができる。下の図では順に、不死、名粛、全知粛が一致に関与する。ここに見られる三つの気構造は、 依存文法のものである。この図で主要部と従属部は、この階層により、主要部表示と従属部表示は矢印によって示される。左の主語と動詞の一致の例では、主語のジョンが、述語動詞チーに屈折設備ジェスを要求しているため、主要部表示の例となっている。中央の限定詞と名詞の一致の例では、複数名詞のハウジズが、従属部限定詞に、 複数型 d ズの形で現れることを要求しているために従属部表示の例になっている。右の前置詞と代名詞の格支配の例は、前置詞ウィズが従属部の代名詞に目的格の秘務を要求しているため、やはり従属部表示の例になっている。主要部表示と従属部表示の区別は、名詞句と同詞句において端的に現れ、言語ごとに大きな違いを持っている。 バントゥー書語のように、動詞句では主要部表示、名詞句では従属部表示という言語もあり、その逆もある。動詞句においては、動詞ではなく主語が主要部であり、従って主要部表示は一貫した類型ではないとする議論もあった。しかしながら、名詞句と動詞句の両方で主要部表示である言語は十分、一般的に見られるため、類型の記述として、 主要部表示という術語は有用である。明粛で主要部表示を行う言語は、アメリカ州とメラネシアで頻繁に見られるが、それ以外の地域では稀である。従属部表示を行う言語は、相互的に、アフリカ、ユーラシア、オーストラリア、ニューギニアで頻繁に見られ、ニューギニアは、両方の類型が相当重なって見られる、唯一の場所である。二重表示言語は稀だが、 ユーラシア大陸の変遠地帯の言語である、フィンランド語やヒマラヤの諸言語、および北アメリカの太平洋岸で見られる。ゼロ表示の言語も一般的でなく、大部分は赤道近くに見られるが、真の集団を構成していない。不死の使用部表示は、アメリカ州、オーストラリア、ニューギニア、バントゥーショ語で一般的だが、それ以外では極めて稀である。ニューギニアでは、 東部高地、オーストラリアでは、南部、東部、内部の非常に古いパマニュガン語族に集中している。二重表示は、アメリカ州、オーストラリア、ニューギニア、およびユーラシアの南端で、比較的よく実証されているが、特に、オーストラリアとアメリカ西端で好まれる。目的語に対するゼロ表示は、形態論的に単純な二つの中心地である、東南アジアと、 西アフリカで一般的だがニューギニアでも非常に一般的で東アフリカと中央アメリカでも形態論の複雑さが平均化高いにもかかわらずかなり一般的に見られる。艦隊平洋地域に主要部表示言語が分布することは1万年前の人口移動及び創始者効果を反映するものである可能性がある。くすんだ後には ヒマラヤとコーカサスの飛び地の痕跡を残す。従属部表示言語は世界中で見られるものの、アメリカ州では稀であり、これもまた創始者効果の可能性がある。アメリカ州では太平洋岸に沿って4つの類型のすべてが見られるが、東部では主要部表示言語しか見られない。太平洋岸に沿って多様な類型が見られることが年代の古さによるものか、 それとも古いアメリカの言語の層に、ユーラシアからの新しい植民地化による層が重なったために起きたものであるかは未決定である。ありがとうございます。